はいどうもこんにちは、今回はですね熱化学方程式の第2項ということで状態変化に伴う熱を扱っていきたいと思います。前回の講義で扱ったのはね化学反応に伴う熱つまり反応熱だったんだけども実はまあ物質の状態が変わるとき変化するときにもね必ず熱のやり取りが、生まれます。その話をね今回やっていきましょう。じゃあ早速始めましょう。状態変化に伴う熱一つ目が蒸発熱。こいつの定義は名前の通りなんだけどもこんな感じ。はい、1モルの液体を気体にするのに必要な熱量と蒸発だからね液体から気体の状態変化だろうね。これがまあ蒸発熱の定義。まあね、1モルの液体を気体にするのに必要な熱量、ほとんどの物質がね、まあ、1マチオカボケで噛んだ時はね、もう取り直すかどうか悩むんだけど、まあね、めんどくさいに取り直しません。もう一度ね、フラットの状態でね、このボケ聞いてください。まあ、蒸発熱っていうのはね、まあ、多くの物質で、はね、知られてるのが、一松岡修造なんですよね。一松岡修造ってどれぐらいかって言ったらね、一人の松岡修造の熱量だけで、液体から気体に変えることができると。どんな感じかっていうと、おい、液体、どうしたんだよ。お前ならもっとやればできるだろう。今日からお前は、気体だ。っていうぐらいのね、熱量で、まあ、変化することができると。全部忘れてください。とりあえずね、蒸発熱の例やってみましょう。エグザンプル。やっぱね、具体例を見てみないとね、理解は深まりません。例は、水をじゃあ例に取ろうか。はい、水の蒸発熱は 44kJ/mol であると。この文章を熱化学方程式に実際に変える力が大事だったんだね。じゃあ書いてみましょう。まあ言われた通りね、書けばいいでしょうと。楽そうに見えるからね、それやっちゃおうか、早速。こんな風な感じかな。液体から気体に変わるんだから、H2O の液体が、気体に変わる。こうだね、心の中でこのイコールは矢印だと思えばね、液体から気体に変わる。その時に、1、係数が1だから1モルだと思ってね、1モルだったら 44kJ って言ってるんだから、プラスの 44kJ と。オッケー、終わり、ハッピーハッピーってなるかもしれないんだけども、これ実は、×なんだよね。すごくびっくりするかもしれない。今までの、まあね、感じだったら、熱化学方程式勉強してきた感じだったら、例えば第1個とかでは、これだったらこんな感じすればね、OK だったからね。でも実は、今回は正しくはこれが正解です。ここ、マイナスなんだよね、実は。これが正しい熱化学方程式と。何を言ってるかね、まあ、言われても分かんなくて混乱してると思うので少し説明をしましょう。この 44kJ/mol って別にねプラスとかマイナス書いてないから別にプラスで書いたんだけど実はこれは状態変化に伴う熱の場合に、ね、すごく注意しなきゃいけないポイントでこんなね話が含まれてます。はい、符号が明らかなので絶対値表記すると。これ何を言ってるかっていうと、ここはマイナスだと実は当たり前なんだよね。少しこっち側で説明してみましょう。例えば、まあ液体の水があると。こんな風に。この液体を気体に変えるときってどうすればいいかっていうと、例えば下からね、火で炙ったりして熱を加えるんだよね。そうすることによって、この液体っていうのは熱をもらって気化するでしょ。今これ何が起きたかっていうと、今液体っていうのは周りから熱を奪って気体になったんだから必ず吸熱反応なんだね。そう、言い方を変えたら液体の状態よりも必ず気体の状態の方がエネルギーが高いんだから液体から気体に変わるときには必ず周りから熱を奪うよね。だからここにかかってくる、ここに書いてる場合の符号って必ずマイナスになるよねと。必ずだからマイナスになるわけだから、いつもいつもね、水の蒸発熱はマイナス 44kJ/mol ですよとかね、どの物質でもマイナスマイナスマイナスっていうとね、すごくダサいので、こういう状態変化に伴う熱の場合、符号が明らかな時は、絶対値、そのマイナス44の絶対値の44って表記するのね。だから状態変化に伴う熱の場合、必ず符号っていうのは注意して、どれが自然かなっていうのをこういうふうに考える癖をつけておくのが一番いいと思います。こんなふうに考えるね。これ言い方を変えるとやっぱね、吸熱ってイメージしにくいので、これ熱化学方程式って結局ねこれエネルギーの数字がイコールだって言ってるのね。液体1モルの水が持ってるエネルギーと1モルの気体が持ってるエネルギー引く 44kJ がイコールですよってこの数字がイコールで結ばれてる式が熱化学方程式だったからどういうふうに考えたらいいかっていうとこのマイナス44を移行してもいいねこれねプラス44って
H2O 液体に 44kJ が加えれば気体の液体になれますよって考えた方が分かりやすいと思う。だからまあプラマイ考えるときには移行とかをするとね、しっくりするケースもすごく多いのでね、利用してみてください。これがめちゃくちゃ注意しなきゃいけないところ、状態変化と満熱の場合、符号が明らかなときは絶対値表記されるので、しっかりプラマイの判定を自分で行えるようになって、ください、ということでした。じゃあ2つ目いきましょう。じゃあ2つ目が融解熱。これ読み方間違えないんでね、溶解熱だと別物になっちゃうので必ず融解熱だからね。融解ってどういう状態変化だったっけ。それは固体から液体だったよね。だから定義はこんな感じ。はい、1モルの固体を液体にするのに必要な熱量と、じゃあ具体例見てみましょう。じゃあ効率化を、はい、氷のこれ融解熱は 334kJ/mol であると、じゃあこれを表す熱化学方程式を書きましょう。まず最初に書くのは固体から液体っていうのが融解なんだから、それを書いてあげる。 H2O の固体、つまりは氷だね、今回言ってる氷から液体である水と、でまあ334なんだから 334kJ と、符号は安易につけないんだったね、必ずイメージしてあげましょう。これは固体の状態にエネルギー加えて、例えば火とかで炙って、まあ、温度を高めて熱を与えて液体水にするんだから、必ず移行した時にプラス334のはずなんだね。言い方を変えたら固体から液体になる時には周りから熱を奪わなきゃいけない、必ず吸熱反応のはずなので、ここはマイナスがつくと。じゃあどうしてここはマイナスついてないんですかっていうのは、さっきもやった、これ理由同じですっていうね、この吹き出しで理由は同じで、符号が明らか、融解っていうのは固体から液体に変えること、固体にエネルギーを加えて液体にするはずだから符号が明らかなので絶対値で表記してますと。本当は気持ち的には氷の融解熱はマイナス 334kJ ですよっていう、 334kJ/mol ですよっていうのが、まあ確かに今までの流れで言ったら自然っちゃ自然なんだけど、そうすると常にマイナスがつくので絶対値で表記しようよと。あとはプラマイかどうかは自分で判断できるじゃんということで、俺らがしっかりマイナス 334kJ と書いてあげる。これが氷の融解熱が 334kJ/mol であることの熱化学方程式の表現になります。まあ、こういうふうに状態変化に伴う熱の、ね、注意点が分かってきたと思います。まだまだ、ね、あるので次に行きましょう。じゃあ3つ目が消化熱。消化熱の消化っていうのは、まあ普通に言ったら固体から気体になる状態変化のことだね。だから定義はこれ、はい、1モルの固体を気体にするのに必要な熱量と。じゃあ具体例見てみましょう。じゃあこれやろう。はい、黒鉛の消化熱は 715kJ/mol であると。だから715だから大体俺の身長と同じぐらいですね。でのやってみたいと思いますが、意味はもちろんね、1モルの黒鉛を、全て気体の炭素に変えるには 715kJ 必要ですよって言ってんだね。じゃあ熱化学方程式に書いてみましょう。最初は黒鉛だから炭素、黒鉛から気体の状態にする消化だから、その時に、その時に絶対値で 715kJ っていう熱のやり取りがある。はい、これがプラスかマイナスかどうかなんだけども、固体の状態にエネルギー熱とかを加えて気体にするはずなんだから、こっちがマイナスなはずだよね。だってこれがもしプラスだったら固体の状態から気体になった、そこにエネルギー必要だったはずなのに、さらに周りも、ね、エネルギーをパッて、ね、放出してるってことだから、それはさすがにおかしいはず。移行してプラスで、イメージ的には黒鉛に熱を 715kJ 加えて1モルの炭素の気体にしますよって言ってるんだから、ここは必ずマイナスになります。これも同じで絶対値表記されてるからマイナスが見えないだけで、ね、じゃあ4つ目いこう。4つ目少し種類が変わって結合エネルギーってやつを扱います。これ何かっていうと定義がこれ、はい、気体分子中の共有結合を1モル切るのに必要なエネルギーと。忘れがちなのがどんな分子でもいいっていうわけじゃなくて、この気体の状態の分子の中にある共有結合を切るってところね。
この共有結合を切るってイメージが全然わからないと思うので、これもね、具体例使って説明していきたいと思います。じゃあ具体例。それが、これ考えてみましょう。水素って気体の状態のこの H と H の結合、共有結合に注目して、その共有結合の結合エネルギー、これエネルギー値と E で 略しました。結合エネルギーは 432kJ/mol であると。つまり、この共有結合を 1mol 切断しようと思ったら、432kJ するですよって言ってるのが、まあ、この文章の意味なんだけども、これを熱化方程式に直したい。その時にね、プラスマイナスの判断とかしやすいように、ちょっとね、図を使ってイメージを膨らませておきましょう。例えば、ここに書こうか、じゃあ。HH っていう水素の分子の結合を想像してほしい。水素2個並んでて、これ結合してる。これを切るためには、普通エネルギーが必要でしょ。エネルギーを加えて、バチンと切るわけだから、ここにエネルギーを加える。エネルギー。それで、バチと、ここが切れるわけだから、これらは水素分子に対してエネルギーを加えなきゃいけない。その場合に、熱化学で仕掛けたとき、符号がプラスになるかマイナスになるかっていうのを、判断することになるからね。必ずこれイメージ持っておいてください。はい。じゃあ今の話を踏まえて書いてみましょう。これは、こういうふうな答え方になる。水素分子、まあ、気体があって、この結合を切った後何になるかって言ったら、これ分子ってのは原子2個でね、できてたわけだけど、ここで共有結合を切るから原子2個になるんだね。書き方はこう。で原子になった状態も気体なので、こうやって書いてください。2H の括弧気体と。で、出てくる数字はもちろんね、432kJ なんだけど、ここが係数1になってるから、共有結合が 1mol あるから、この数字も432なので、共有結合1mol あたり 432kJ だからね、この係数が1だから、共有結合も 1mol、だから432になってることで注意してください。さて、じゃあ符号の問題考えましょう。話したけど、水素分子エネルギーを加えて原子状態バラバラにするんだから、これ移行したときにプラスになってなきゃおかしいんですよね。水素分子エネルギーを加えてやっとこいつと同じエネルギーになるわけだから、これはマイナスが正解と。だから結合エネルギーに関しても今までと全く同じで、これも本当は見かけ上はねマイナスなんだけども、絶対消費されてることに注意してください。理由は全く前と同じと。これが結合エネルギーというものでした。ここまではね、必ずは学校のテストとかのレベルでも押さえてほしい話。で、ここからの話がね、ややまあ難関大向けになります。聞く人はね、心して聞いてください。じゃあ次行きましょう。それじゃあ5つ目、乖離エネルギー。じゃあ早速その定義書いてみましょう。はい。気体分子 1mol 中にある共有結合を全て切るためにそのエネルギーと。あれ？これ結合エネルギーと何が違うのかなと思うかもしれないんだけど、今回は気体分子 1mol っていう風に、分子に着目ってなんだ。着目ってのはすげえ可愛いじゃん。新しく入りそう。TikTok の次に着目。気体分子 1mol 中にある共有結合になってるので、さっきは結合が 1mol っていう風に結合に注目してるわけだけど、今回は気体分子が 1mol だからね。そしてさっきは一本一本に注目していたけども、結合っていう共有結合だったらその、水素水素だったら水素と水素の結合というふうに結合一本に注目したわけだけど、今回は気体分子に含まれる全ての共有結合について着目しています。はい。ということでね、まあ、何言ってるかまだまだふわふわしてると思うので具体例見てみましょう。じゃあ具体例こんなのを使います。 CH4 つまりまあこれメタンってやつだね。メタンの乖離エネルギー。はい、メタンのこれ乖離エネルギーのエネルギー、また略してます。乖離エネルギーは 1644kJ/mol であると。このパーモルのこれ1モルあたりっていうのはメタンが1モルあたりだから気をつけてね。今回定義を見たのかと思いますが、メタン1モルあたり 1644kJ かかりますって言ってます。何するようにかかる、エネルギーかっていうと、またさっきみたいな A 書いてみようか。メタンの共有結合ってこんな風になったんだね。まだ有機化学とかね、しっかり習ってない人はね、この段階であ、そうなんだって思ってくれればいいです。 C でH で、H 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 と。はい、これ。まあ、出る人はね、パッと浮かぶと思いますが、これがね、メタンの構造式です。で、共有結合何個あるかって言ったら、この中に4つ含まれてるわけね。CH4 の中には共有結合が4箇所あります。切らなきゃいけないのが、ここ切る、
ここを切る、ここを切る、ここを切るっていうふうに、それにエネルギーが必要と。4箇所、ブチ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 というふうに、これを想定しているわけだ、今回は。そのために1644kJ パーモルかかる、1644kJ かかるって言ってます、1モルメタルだったら。これをね、使う固定式を表すには、こんなふうにやってあげたらいいと。最初はスタートはもちろんメタン、CH4 の気体。これがバラバラになった後どうなるかって言ったら、炭素が4つ。炭素原子が4つ。そして水素の原子も4つ。それは炭素の原子は4つじゃない。炭素の原子は1つ。嘘つき。嘘つきサイヤ人だね。全然意味わかんない。炭素1個。あとは水素が4つですか。こうか。これで OK でしょ。これがその5ね。そして1644っていうのが、まあね、これが絶対値なのは分かってる。1644。ちょっとこれ、下に行きます。しっかりここ1になってことを確認してね。ここが1だから、これが1644でいいよね。1モルあたりだから。さて、符号どうでしょうと。もちろんこれもエネルギーを加えてぶち切るわけだから、移行したときにプラスじゃなきゃおかしいはず。だから右辺に無理やり持ってきたら、これはマイナスじゃなきゃおかしいね。こんな風にやってあげればいいでしょうと。最後ね、これに関してちょっと注意点を話しておきましょう。実はね、まだこれ読み取ることができて、一つ。C と H っていうこの結合、共有結合の結合エネルギーをね、見積もることもできます。CH の結合エネルギー何かって言ったら、4つ切るのに 1644kJ かかったわけだからな。これは割る4した値が結合エネルギーになるよね。だから割る4すると411ですかね。411kJ。もちろん1モルあたりなのでパーモルつけて、こんな風に結合エネルギー情報も考えることができると。はい、じゃあラストいきましょう。じゃあ6個目が光子エネルギー。これの定義書いちゃいましょう。定義が、はい、1モルの結晶を構成する粒子を完全にバラバラにするのに必要なエネルギーと。これはまあね、文字だけ見ても分かりにくいと思うので、少しね、これも具体例とセットでね、イメージしつつ考えてみましょう。じゃあ具体例がこれ。はい、ナトリウム単体の結晶の光子エネルギーは 91.7kJ パーモルであると。これがどういう状態を意味しているかっていうのを少しここに書いてみましょう。今は例えば、まあ、ナトリウム単体の結晶っていうのはナトリウムがいっぱい規則らしく並んでるわけだね。こんな風に。では、結晶のね、勉強した人にはよくわかると思うんだけども、このナトリウムの金属っていうのは自由電子と言われるものでね、金属結合をしている。電子がまあこうやって動き回っていて、一緒になっているわけです。で、こういうのを全部バラバラにしたいって言うわけだね。だからこの結晶からナトリウムの1個を取り出して、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 全部をバラバラな状態のナトリウムにしたいと。だからナトリウムの1モルでできているこうやって結晶を1モルのナトリウムに分けたいって言ったよね、普通に。例えば100個のナトリウムできた結晶を別々の100個のナトリウムの状態に戻したいって言ってるのがこの光子エネルギーの考え方です。いいでしょうか。だからまあね、もう簡単には絵が描けないのでこんな風にまとめて描いちゃおうか。ガツンとエネルギーを加えないといけないはずね。じゃないとくっついてるものを外すのは難しいだろうからです。で、この熱化工程式をね、じゃあ完成させてみましょう。こんな風になる。ナトリウム単体の結晶、もちろん固体の状態なのでナトリウムの固体、これがバラバラになったら原子1個だけ気体の状態になるので気体です。気体、もう誰でもくっつけないからね、気体になってるはずだね、自由になって。ナトリウムの気体、その時に 91.7 になるんだけど、こんな風にプラスかマイナスかっていうと、もちろん固体の状態にエネルギーを加えないと全部バラバラにできないから、1モルのナトリウムでできた結晶を1モルのナトリウムの原子にバラバラにしたいわけだから、もちろん、ね、エネルギーは加えなきゃいけない。移行した時にプラスなきゃおかしいからマイナスが正解ということに
になります。一つだけ言及しておくと、まあ、なんかね、さっき今まで出てきた数よりなんか小さいね、 91.7kJ/mol って1モルのこうね、1モル出てきたナトリウムをバラバラにするのに 91.7kJ だけでできますって言ってるのね。これはなぜか、なぜかってなんだ、なんでか分かります？共有結合を切るのには結構もっと大きかったはずだね、数は。例えばさっきやったら CH の結合だったら411もあったはずだった。なのになんでこれはこんな風に小さいかっていうと、結合のね、強さをしっかり勉強した人は分かると思います。共有結合よりも金属結合の方がずっと弱かったよね。だからバラバラにするのに必要なエネルギーが低く済んでるってわけです。もちろんね、強固なこういう結合の方が切るのにガン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 めちゃくちゃエネルギー加えなきゃいけないから大きかったわけだけど、数値としては金属結合だから実はね、数値が小さく出てるっていうのが分かればね、いろんな分野の勉強が一つにギュッとなってね、楽しいんじゃないかなと思います。じゃあラストにね、イオン結合してるもの、イオン結合はもちろん結晶になってるので、これ光子エネルギー考えられます。イオン結合の、イオン結合でできた結晶の光子エネルギーという例題を一つ最後にやっておしまいにしましょう。じゃあその例こっちでやっていきます。ノート取ってる人はこの下に普通に書いてくれて構いません。光子エネルギーの光子エネルギーの続きだから、こんな風な問題。はい、塩化ナトリウム結晶の光子エネルギーは 772kJ/mol であると。じゃあこれ熱化方程式に直しましょう。これはまず 1mol のナトリウムと 1mol の、1mol のナトリウムイオンと 1mol の塩化物イオンでできた 1mol の塩化ナトリウム考えましたら、こんな目になるわけだね。結晶の状態は答えだから答えね。今これ係数が1だからね、 1mol の塩化ナトリウムを想像しています。1mol の塩化ナトリウムには、同じこと言うけど大事だから、 1mol のナトリウムと 1mol の塩化物、 1mol のナトリウムイオンと 1mol の塩化物イオンが入ってるからね、これをバラバラにする。じゃあどうなるかっていうと、もちろんこれを構成していたナトリウムイオンがバラバラになってナトリウム出てくる、塩化物イオンがバラバラになって塩化物イオン出てくる。これらの状態って何かっていうと、やっぱりね、一人ぼっちになったら誰とも結合できずにね、固体とか液体って状態にはなりません。気体になります。気体の状態に変わると、バラバラになったら気体の状態になるっていう風にね、1モルだったらもちろん1モルナトリウムイオンと1モル塩化物イオンが出てくる。これバラバラにできたわけでしょ、1モルの塩化ナトリウム結晶。その時に、伴う熱っていうのが、伴う熱とかエネルギーっていうのは 772kJ なわけだから、プラスのじゃない、最後はこんなミスすんな、 772kJ って書いてあげて、プラスかマイナスかを自分で判断するんだけど、もちろんね、結晶の状態でつながったナトリウム、エレカリウム、ナトリウムイオンとか塩化物イオンとか、ナトリウムイオンとか塩化物イオンとかっていう風に、こんな風にこいつらがまあ言ったらイオン結合をして一緒になってるわけだけど、こういうのを全部切りましょうって言ってるわけだから、外から俺らがエネルギーを加える必要があるはずだよね。だから移行した時にプラスになって、塩化ナトリウムの結晶に 772kJ 加えてバラバラにできますってなるように、右辺に書く時にはマイナスじゃなきゃおかしいよね。だから必ずマイナスにしてあげましょう。はい、ということでね、どうだったでしょうか。状態変化に伴う熱はね、注意点がその数字だけ見てもね、絶対値しか書かれてないので、プラスかマイナスかの判断を、自分でね、考える癖をつけること。これ全部ね、マイナスでいいじゃんって思っちゃうかもしれないんだけども、別にこれ、ね、状態変化の順番がね、逆だったら、例えば今回扱ったような、固体から気体じゃなくて気体から固体だったらね、もちろんそれは変わってしまうので、そういうのでね、なんかマイナスをつければいいとかって覚えるのは全然良くない考えなので、改めてくださいということでね、今回これで授業はおしまいにしましょう。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の授業が少しも面白かったの役に立ったなと思ったので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。チャンネル登録ね、まだしてないとしたね、それはもう罪深い。チャンネル登録はね、しよう。もうね、今日から君はチャンネル登録してない。松岡修造でした。